では関係代名詞の説明をしますので、これ一緒に、これ日本語も英語も一緒に読みましょう。関係代名詞からね。ワン、ツー、スリー。関係代名詞は先行詞と後続節を結びつける代名詞です。主格、目的格、所有格の3種類があります。主格の関係代名詞 who、whom、that。 目的格の関係代名詞 whom、which。 所有格の関係代名詞 whose。 関係代名詞は主格の場合は先行詞が主語になる場合、目的格の場合は先行詞が目的語になる場合、所有格の場合は先行詞が名詞を所有する場合に使用されます。例えば次の文章では関係代名詞 who が主格の関係代名詞として使用されています。 The man who is standing over there is my father。 この文では先行詞 man が主語であり、関係代名詞 who は先行詞を修飾しています。また次の文章では関係代名詞 which が目的格の関係代名詞として使用されています。 The book which I bought yesterday is very interesting。 この文では先行詞 book が目的語であり、関係代名詞 which は先行詞を修飾しています。最後に次の文章では関係代名詞 whose が所有格の関係代名詞として使用されています。 The dog whose tail is wagging is my neighbor's。この文では先行詞 dog が名詞を所有しており、名詞ではこの場合にこれだね、これ、関係代名詞 whose は先行詞を修飾しています。関係代名詞は英文の文法、英語の文法において重要な役割を果たしています。